近づくよ、グッドイブニング。どうも、たくあんボーイです。本日、16日目でございます。早速、やっていきたいと思います。コーヒーを一杯飲みたいと思います。化粧水。これは無印のね、使っていきます。保湿は大事ですからね。何が大事かって、やっぱ保湿が大事ってことですよね。結局。保湿が命です。この季節、保湿ができなければ全てがうまくいきません。保湿が全てなんです。そう、ザ・保湿男です。続きまして、こちら乳液使っていきます。このね、無印の化粧水と乳液もしっとりタイプと保湿タイプがあるんですけど、まあ実際ね、こういう季節はしっとりよりも保湿タイプを使いたいところなんですけども、ちょっとこの間ね、しっとりの方を買ってしまったので、次買うときは保湿タイプにしたいなと思っております。こちらですね、ファンデーション塗っていきます。こちらです。それではアイシャドウをやっていきたいと思います。アイライナーを塗っていきます。アイライナーを塗ってます。こうやってぼかすのがやっぱな大事だなって思いますね。自然に見えるんで。リップを塗っていきます。そうだね。アイシャドウもだいぶいいとは思う。なんか濃すぎたのかな。濃すぎてしまったのと、あと乾燥でちょっとね、肌のコンディションがあんまり良くないので、保湿をしっかりとしていきたいと思います。髪型ちょっと今度切ってきますね。髪をもうちょい韓流にして、髪の毛韓流にするのと、口紅のリップの色を変えてみるのと、まあ、アイコンタクトとかは、アイコンタクトってなんだよ。アイコンタクトって何？カラコンや。カラコンをつけたらいいのかな。もうちょいなんか、カラコンとかしてますもんね、アンゲルの人。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。また見てくださいね。チェッ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